どうもこんばんは、メガトンと申します。さて本日プレイいたしますのはバイオハザード7のダウンロードコンテンツ、イーサンマストダイ。まあね、説明に書いてあるんですけど、イーサンが死んで死んで死にまくるっていうね。まあイーサン死んじゃう、死すべし、絶対死んじゃうみたいな、そんな感じのミニゲーム、激ムズミニゲームと書いております。心が折れる前に最新部の強敵を撃破できるかということなんでやってみましょう。まあ難しいでしょうね。レディートゥーダイ死ぬ準備はできたかみたいな感じ。さあ行ってみましょう。どんな いきなり死んでるじゃんこれほう、アイテムもランダムと、おそらくイサンはすぐに命を落とすことになるだろう。死死類類。まあ基本システムは同じだよね、おそらく。弾取って撃って倒してっていう。労働完了したね。よし行くぞ。ネクスト。は？グリーンハウスでマガレットを倒せ。おや？どここれ？武器なし。おや？どういうやつこれ？マップは見れないみたい。暗いね。薬液。ほう。え？銃すら持ってない状態で始まるんだね。今の葉っぱにビビりましたからね、俺。暗っ。空赤。カラス？グリーンハウスどういうこと？中入れってか？なんかアイテムは？あれ？あ、トラックあった。暗っ。これは？開かない。素振り。何これ？あれ？爆弾？いや、これこれは銃ないと無理よ。カラスさん。いや、え、グリーンルームって何？え、中入るじゃん。開くのか？本館のリビングでグリーンハウスの鍵を手に入れる。はい。あー、やっ、よよよよよ。え？いや、銃ないんですけど。おっ、あったあった。いきなりこれ？いや、回復ねえし。はっ、はっ。いや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 。何？ガンガン行くしかない感じ？あ、なんかいろいろと。あ、どうぞ。ドリア、ドリア。真相です。無理です。あ、通れない、通れない。あ、あ。やだー。え？マジで？ほうほう。もう一回じゃあ行ってみようか。難しすぎる。理不尽だ。いや、そう感じたわ、俺も。はあ、すごいね、これ。むず、超むずい。行くよ。あ、もうなくなってんね、この。あれ、持ってない。アイテム配置すらランダム？ハーブ。あの、なんか星が乗っかってっから、それで場所が見えんのかもしんないな。ないかな。よし行くか。
ムシムシ。とりあえずまずアイテムが必要だ。うっ、ダウ。一撃かい。リスタート。ほっ。行くぞ。お、星が2個になってる。これはレアアイテム。うい。何？バーナーって、いやー。そう。はい。行くぞ。うぃー、うぃー、チェイス、チェイス、チェイス。こういうゲームではないと思うんだがな。うだ、無理無理無理。あっ、ふい。リスタート。いくぞ。あ、バーナーなくなった。うーん、ハーブ。そうか、当たり前っちゃ当たり前だけど、アイテム全ロストするんだね。これで、これハンドガン。うだ、うわ、マジか。せっかくハンドガン取ったのに。罠だ、走れ。いや、そんな罠出てくるとこまでまだ全然いけそうにないぞ。これはもうスーパーナイフテクニックを身につけなきゃならんという。あ、2個目があるね、珍しい。ってことはワンフロアに2個あんのかな。回復薬、いや、一撃手だから回復薬意味ないっていうか。ちょっと逃げてみようか。どこまで来るんだ。危ねえ。消えないのかな。さて、こっちの方にはないかな。ないっぽいね。ハンドガンがあればあれを壊してあっち行けそうだけどね。ちょっとハンドガンを手に入れたら戻ってみようか。消えないね、やっぱり。ほっ、ない。ハンドガン、これこれこれ、逃げろ。危ねえ、危ねえ。ちゃうちゃうちゃう、回復回復。はい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 、使い道あったね、回復薬の。さて、これでここに行けるかもしれない。ほいほいほい。もうないよな、あるか。罠はないよな。いいよな。行くぞ。いいんだな。いやー、でもこれどうにもならなそうな感じがする。上から？開いてるかね。はい。なんだと？え、これがグリーンハウス？こっちも無理か、じゃあ。
ですよね。ではやっぱり行くしかないのか。あったあった、あれあれあれ、なんか右スティックの感度が。さて6発あるが、あれいなくなってる。はっ、これもいける？開かねえじゃん。無理です。怖えよ。マジか。めっちゃむずいぞこれ。道も覚えなきゃいかんわけだ。で、右の階段はさっき行けなかったから、左。画面が揺れてる。ずっといる。どっかにない？他に。なんもねえな。消えてくれたかな、そろそろ。行くぞ。いるしー。ふい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 。あ、だ、うっ、あ、通れないじゃん。え、え、いや、いや、いや、ねえ、おや？どういう感じなのこれ。リスタート。んー、行くぞ。鍵が新館の中に。あれ、木箱ないじゃん。どっかにねえ。あらー、またナイフ一本？こっちの奥とかは？ない。よし、行くぞ。リビングでって言ってか、こ、ほい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 。アンカール。ここはと、ああ、開いてない。おおおおおリスタート。行くぞ。さっき何取れてたんだあれ。見えなかったね。ガンパウダー、いやー、しょうがねえよそれ持ってても。はい、薬液。いやー、作るよ。うん。どうせすぐなくなる。あのドアか。あっ、うん、あっ、うたうしょべーしょーん。リスタート。うぬれ。多分あそこだよな。サソリの鍵で開けた扉だよな、あそこ。あそこにまず行けっつうこと。お、武器がありそう。ほい。スタビ、え、何？リロード上げてどうすんの？リロードだよね、これ。はい。ほう。いや、意味ないよ。行け行け行け。無事だ。もう無視だ。もう全部無視だ。ここだ。行け。切った。はい。頑
パウダー、はいはい、よし、出てきちゃったん、気合の、よし、あ、だめ、2連撃やめて、ハーブ持ってなかった、持ってない、ハンドガンとか欲しい、あ、だめねー、いやー、これもうどうする、なん、しゃがめばいい感じ、はい、なんか、あ、これ爆破しろ、よし、いいぞいいぞ、起きるなよ起きるなよ、よし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 、おい、なんかねえか、いや、ないな、いやー、ここはかね、そういうアイテムはない感じなのか、これもうもはや木箱から出すしかないやつ、これもう瀕死です、木箱はどこねえな、よし、だがとりあえずここまでの攻略は分かった、で、そこにいたよね、リビングって言ってたじゃない、鍵があるのかな、地下はいけなさそう、こっちは、あ、いや、開かねえの、マジでこれいけないでしょ、あの感じ、嫌な音が、あれこれ虫の巣じゃね、はい、積みました。リスタート。ハンドガンに当たったのは本当ラッキーだったんだな、あれ。ここがまず第一木箱ゾーン。ナッシン。そこが第二木箱ゾーン。ナッシン。まさかの。あそこ光ってなんだろう。いや、ただの気のせいか、いやー、木箱なんてないよね、こっち、はあ。もう一回行ってみるか、では行くぞ、ほっ、リビングに行かなきゃいけないわけでしょ、これはオッケーで、ここまで行く、くぐる、さあ来い、ガンパウダー、引き上がれ、大丈夫か、倒したか、よいしょ、で、あとはラッキーボックスがあればいいんだけど、まあ、ないと、こっちの出口、あ、箱あった、薬液、弾作る、だが撃つものがない、よし、戻って、怖っ、開かねえんだな、で階段降りたら詰んだから戻らざるを得ない、いや、これこっちからもうないよね、あれは、いや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 、なんで、お金、ちょっと
ちょっと待って。いや、ナイフ一本で何しろと？いや、じゃあちょっと階段降りっきゃない感じ、また。あの、虫を越えて。はい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 。これは行く感じ？これ、いや、あ、どうも、こんにちは。はい、はい、はい。危ない。しゃがんでます。ゲー、アッパー食らったー。おぉ。いくぞ。やはり何かしら武器があれば、あの、虫の巣を破壊して、先へ進めそうな感じだよね、あれ。正直これ取ってる暇ないって感じなんだけど。うだっ、行くしかない。今ハーブがあるからな。行け、行くのだ。行けるはずだ。ああ、3の、これは死にたくない。はい、2個、2もある。バーナー来た。これであの虫でハーブ食って、もう1個食って、うわ、これはいけるかもしれん。そう思っていた時期が僕にもありました的な。あ、ここにもある。これいけるんじゃない？バーナー、おお、いいぞ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 。で、3のやつあったよね、これだ。よっしゃ。なんだと。ちょっと待ってくれ。これはさすがにひどくねえか。まあでも今俺が死んだところにバーナーが落ちてるはずだ。それを手に入れて、せめてあの虫の巣を焼き殺すところまでは行きてえな、これ。いやー、びっくりした今のは。ひどいね、さすが。あ、なんかでもなんか暗くなってきてない？だんだん。気のせい？行くぞ、2がある。よし、よし。死にたくないです、死にたくない。まだ死にたくない。まっすぐ行け。逃げるのだ。ここだ、これだ。視界が超狭い。ほい。よし、3がある。はい。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。ほっほっ、ショットガーン、いけるかもしれん。ハーブが欲しい。ハーブ、まずバーナーがあるな、ここに。はい、燃料、おー、ちょうどいいんじゃないか。で、ショットガンを持ち、よし、瀕死だが、来やがれ、こいや、うはははは。はで、これ、待てよ。薬液、ハーブくれ。ハーブが欲しい。
リロードで、これを燃やせば扉が開く感じ。よっしゃ、あ、まだか。はい、よし、リロードしてショットガン、ほっ、やっとここまでか。こっちは、あ、なんか怪しい。なにこれ、こんなんあったっけ。あ、あ、あ、だ、うげえ、マジか、怪しいと思ったらマジで罠だったか、くそ。はい、ちょっとかなり心が折れたんで、とりあえず今回の動画はこの辺で終了したいと思います。近々再挑戦するかもしれません。非常に難しいです。はい、ということで、よろしければ次回もまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。